地下鉄の駅徒歩圏内、絶景の眺めがお楽しみいただけるサービスアパートメント、ハウマッチ。サディカエンです。バンビです。バンビちゃん、今日は珍しいですよ。今回は地下鉄 MRT クイーンシリキッドナショナルコンベンションセンター駅の目の前、ウィンダムバンコククイーンコンベンションセンターを紹介します。もう名前だけで効果感じますね。すごいね、ロビーがまず本当にきらびやか、ホテル系レジデンスなのでホテルの方もいらっしゃいますし、もうロビーだけでラッシュアリーで、この階段なんていうだろう、螺旋階段すごい六本、レストラン、カフェ、スパなどもついているらしくて、本当にホテルの中に住むっていうことが叶うところですね。こちら麻生区駅も近いので、そのエリアで働かれている方にとってもおすすめの物件です。さあ行ってみましょう。今回は36平米ワンベッドルームサービスアパートのお部屋をご紹介します。じゃあ行ってみましょう。結構こちらも新しい物件なんじゃない。おお、綺麗綺麗、とっても綺麗で、めっちゃ綺麗。靴箱だー。お売りではありますけど結構入りますよね。一人だったら十分な大きさの靴箱ですね。キッチン行きましょうか。すごい可愛い。もコンロが2口、シンク結構大きくない？深いですし大きい。こういったものが一応ホテル系レジデンスなので最初に1回ついてるのかなと思います。カップはもしかしたら使わせてくれるんじゃない。なのでこういったものは買わなくていい可能性がありますよ。そしてこれは電子レンジが組み込まれてます。電子レンジがボンって置いてあるとさ、結構邪魔じゃん。それで幅取るので、中に組み込み式はありがたいですよ。収納結構ありそうだし、いろいろついてる。はい、買わなくてもいいから最高ですね。本当にこちらにお玉だったり包丁だったり、こういった器具がついています。ゴミ箱までついてますね。え、一人暮らしなら大満足の収納の大きさですね。綺麗な冷蔵庫だね。新しい匂いする、ね、一人暮らしだったら余るくらいたくさん入りますよ、うん、そしてこちらダイニングです。料理をしてすぐこちらに料理を運べます。テーブルもとっても可愛い、うん、そしてリビングこちらです。じゃじゃーん、本当に綺麗です。ソファーもね、クッションがたっぷりついてるし、3人くらいはいけるんじゃない。目の前にテレビもあって、はい、あ、ちょっと30平米で狭いかもしれないですけど、うん、見てください、収納たっぷりです。とってもおしゃれな収納がこちらの壁にもありました。かなりたくさん入るね。さあこちらがクイーンシリキッドビュー、下までたっぷり見えますね。なかなかバンコクで見えないね。周りにビルが多すぎると景色が見えないんだけど、目の前がちょっと平屋が多いのでとても見晴らしがいいです。さあこれは何の扉だろう。はい、あー、なるほど、洗濯機こちらに発見しました。洗濯機はここで回して乾燥まですることができますね。で中に干したい人は、まあ、この辺に自分で物干し竿を買ってここで干してもいいと思います。ちなみにここサービスアパートなんですよね。そうですね。でってことはお掃除とかはついてるんですか。はい、ついてます。ここに住まわれる方っておそらく単身で来られてる方の駐在の方かなと思いますので、そうするとお掃除なかなかする時間ないからね。こちらがベッドルーム、キングベッド、大きい、はい、大きい。そしてこちら扉が閉まるよ。ちょっと閉めてみます。閉めてみる。扉が閉まるのでここでプライベート空間をしっかり作ることができますね。部屋を広く見せたかったら開けとけばいいし、プライベートをちゃんとしたいっていう方はここを閉めておきましょう。あそこにさ、お仕事用のデスクもあります。ここでパソコンつないでカタカタカタとやるスペース、景色がとってもいいので外を見ながらカタカタできますね。下の階にさコーヒー売ってたからそこから持ってきてもいいよね。 そっち行ってみますか。荷物置くようなところがあります。そしてこれは、あ、鏡、全身鏡はありがたい、全身鏡がこちらにあります。ここを開けてみると、あー、アイロンもある。セーフティーボックス、ドライヤー、上まで高いところに棚があってたくさん荷物が入ります。こっちも傘もありますし、傘があるよ。バスローブもあります。2人分一応あるので2人で住むことも大丈夫みたいですね。こちらがお手洗いです。綺麗だね、本当に新しい。これ絶対皆さん嬉しいと思います、はい、ワシュレットがついてる。そんな日本人向けっていうわけじゃないと思うんだけど、ここの物件ワシュレットがしっかりついてて嬉しい。
で、すごく綺麗に棚までありますし、はい、なんかここにもさ、コップとお水が配置されてる。さすがホテル。トイレしながら。喉乾いた。トイレしながら。喉乾いた。水飲もうって。で、こちら、とっても綺麗なシャワーでーす。天井は高いから。そうそう、天井高いから全然届かない。うん、外国のホテルみたいな感じで、バスタブはないですけど、すごい綺麗、ほんと全体的に。本当に綺麗。せっかくだから、水圧チェックしましょうか。はい、やっておきましょう。もう本当にまだ新しい。取れました。はい。あ、見てください。ちょうどいい感じの強さ。あったかくなりますか？あったかくなってます。早い早い。ここで何点でしょう？4点。33階のファシリティドフロアにやってきました。すごいよ、目の前。わあ、もう広い。はい。ビルに囲まれたフィットネスです。とっても開放感があります。こちらにはなんと、キッチンが借りられるスペースがあります。もちろん、お部屋にもあるんだけど、友達とか呼んだりしてね。そこでみんなでパーティーができるみたいですよ。屋上からもっと階段に上がって、こちらが、わあ、すごい！バンコクの景色を一望できるプールです。バービーちゃん、すごいよ。この日はすごい。ここ、スイミングしたいですね。ねえ、ちょっと朝でも昼でも夜でもしたいくらい。景色が目の前で言うと、ベンジャキティ公園と、はい、クイーンシリキッド、ペイル場などがあって、向こうに、チャオプラヤー川などが見えます。すごいね。すごい。しかもこちら、ベンチがあって、うん、日光浴びれる。日光浴もできるし、とにかくテンションが上がるプールです。28階にはとっても優雅なレストランとスパがあります。行ってみよう。わ、すごいおしゃれですね。本当に素敵。景色もいいし素敵です。これはいい。レストランでとにかく匂いもスパみたい。香りが本当に、うん、ハーマッチの時間がやってまいりました。今日もね、ちょっと難しいのよ。なんでかっていうと、場所が珍しく MRT のクイーンシリキッド駅のすぐ近くなので、ちょっとその辺の相場がわからないんですけども、うん、ただこのアソーク界隈、クイーンシリキッド界隈のオフィスたくさんあります。その辺で働いてる方には本当におすすめのキラキラ物件です。じゃあ詳細をお願いします。エリアについてはラーマ4世通り、 MRT クイーンシリキッド駅徒歩2分、 BTS アソーク駅からは15分。物件は2020年築33階建てサービスアパートになります。お部屋はワンベッドルーム36平米。サービスは電気、水道、インターネット、週3回のメイドが入ります。ファシリティはプール、サウナ、ジム、日本語スタッフ、サービスカー、レストラン、あとスパがございました。インフィニティプールすごかったよね。すごかったですね。もう圧巻の景色でした。ちょっとこれは高そうだな。今回難しいですね。私が答えてみたいと思います。はい、それではワンベッドルーム36平米おいくらからでしょうか。ワンベッドルーム、5万バーツから。サーディカー。サーディカー。タンク、父さん、ナンバーワン、チャイ。シェルモ、父さん、ナンバーワン、チャイ。サラダモ、ペロシー、タイランド。オープンカー。オープンカー。ワンベッドルーム5万バーツから。今日の動画が良かったらいいねボタン押してね。気になることがあったらどんどんコメント欄に質問してね。チャンネル登録もよろしくね。